はい、お疲れです。アオーレ長岡から、今帰宅してる途中ですね。で、今ちょっと車の中でどうしてもね、先に一本だけ上げておこうかなと思ってですね。こっから結構運転時間長いんで、まあ、だいぶ遅くなっちゃうんで、うん、まあ今の率直な気持ちだけをまあ先に、まあちょっと手短に、上げようかなと思ってですね。はい、ちょっと一本だけ動画先にアップさせていただきます。はい。まあ、期待してる期待してね、まあ、その辺のことは、まあ、どうでもいいとして。はい。というわけでですね、先ほど行われました、アオーレ長岡にて、ニュージャパンカップの決勝戦、後藤博之 VS 辻陽太。この試合の私の感想でございます。まあ、こんな感じですね。はい。まさしくこんな感じですよ。もうこんな感じですよ。うわー、マジかよー。いや、もう後藤の勝ちフラグもうビンビンに立てたのに、もうマジかよーっていう感じですね。はい。まあ、こういう感想プラス、まあ、まとめるとですね、現実はそんなに世の中甘くねえんだな、みたいな。なんかその、なんだろう、こう、世の中の、この生きることの厳しさみたいな、なんかその辺をこう教えられたというか、植え付けられたというか、まあそんぐらいこの人生観に関わる、とてつもない試合結果だったなというふうに思いますね。はい。というわけでですね、まあ全人類でおそらく、この後藤博之待望論を、提唱 したであろう、第一人者であろう、私、代表してですね、この後藤博之選手のニュージャパンカップ優勝、そして、後の IWGP 体感、ここまでのワンセットのこのストーリーを期待してしまった方々、大変申し訳ございませんでした。後藤博之待望論を、代表して、私の方から、謝罪をさせていただきます。大変申し訳ございませんでした。はい。まあ、というわけで、まあ、試合の方からですね、ちょっともろもろ振り返っていこうと思います。あ、で、すいません。ちょっと今更なんですけど、今これ車の中で撮ってるんで、いつも以上に音が悪いんで、そこだけご了承ください。はい。まあ、言うても僕の動画なんて、この高クオリティな、高音声の動画とか、まあ、そういうクオリティを求めてる方は、まあ、一切いないと思うので、まあ、全然はい、いつもと変わんねえだろみたいな、まあ、そんな感じだと思うんで、あまり気にしないでいただければ幸いです。はい。というわけでですね、試合の方なんですけども、これ僕の肌感、今日のこの辻選手と後藤選手の、この両者に対する歓声、比率的にはもう五分五分に近かったかなっていう感じですね。ちょっと若干その座ってる席によって、若干聞こえ方が変わるとか、その程度のレベルだったかなっていう感じですね。で、まあもっと細かく言っていくと、東側は、辻選手寄りの、声援が多くて、で、逆に反対側の西側になる、と、後藤選手の、声量が大きく聞こえるみたいな。なんか僕が座ってたブロック側は、辻選手寄りの声援が多かったですけど、でも逆に反対側のブロックに行くと、後藤選手の声援が多かったな、みたいな感じで。なんでもう本当にもうブロックごとで分かれてるっていう感じですね。なんで、まあ今回のこの、なんだろうな、シチュエーションとか見て思ったんですけども、なんかこの際、辻応援シート、あと後藤応援シートみたいな、なんかその辺も販売しても よかったんじゃねえ、みたいな。まあそう思っちゃうぐらい、なんか分かれ方的には綺麗な感じだったかなっていうのが僕の勝手な腹感覚っていうとこですね。はい。まあそんな感じですね。はい。で、まあ試合のこの全体的なペースなんですけども、まあ、ごっちゃんがちょっと抑えてる感じだったんですよね。で、前半はこう辻選手が割とこう攻める場面で、おい、後藤どうしたみたいな。まあ、後藤選手のちょっと相手に舐められてしまうような感じのスタイルってあるじゃないですか。まあ、あんな感じだったんで、ああ、もうこの最初の下り見て、あ、なるほどね。これは後藤が勝つパターンだな、みたいなのが、もう僕はもう、なんかすげえ浮かんできてたんですよ。だからもう腕組んで、もう木谷オーナー、ロッシー小川式みたいな感じで、腕組みながら、偉そうに見てたんですよね。後藤が攻められてるな。おー、いいじゃねえか、いいじゃねえか。それ、うん、いいんだよ、これで。後に逆転するんだよ、後藤が、みたいな感じで、偉そうにこう腕組んで見てたんですけども、いやいや、まさか、ああいう結末になるとは。はい。まあ、そんな感じの、序盤の展開だったかなっていう感じですね。はい。
はい。で、大体試合が大きく動いてきたのが、大体15分過ぎぐらいだったと思うんですよね。確か15分過ぎぐらいで、GTW、もうこれを繰り出したんで、あれ ?15 分過ぎにこれやるってことは、意外と決着は早いのかな ?30 分はいかねえだろうな、みたいなのが、なんかこの15分過ぎに GTW を繰り出した時点で、あ、そんなにロングマッチにならねえな、みたいな、うん。なんかそんなのも思ったんで、だからおそらく試合時間的には、24分から26分。だいたいこのぐらいの時間で決まるかなと思って。ってことは、ちょうど後藤選手が勝つのにちょうどいい時間だみたいな。そんなのも、だいたいこの15分過ぎぐらいの時でも、もう後藤がもう勝つ、このフラグがもう全部もう綺麗に立ってきたっていう感じだったんで。いやー、でもね、まさかああいう結末になるとはね。はい。まあそんな感じの、15分過ぎぐらいの攻防という感じですね。はい。はい。で、まあ、こっからも終盤に入ってって、結構ね、もう終盤はもう、結構もう熱気がすごかったっすね。うん。もう、なんだろうな。攻防が、もう常にこう動いていくし、で、お互いの技が結構ダイナミックじゃないですか。後藤選手もそうだし、辻選手もダイナミックな技が多いんで、うん。だからもう後半からはね、もうハラハラドキドキの、もう、素晴らしいこう、スイングな。うん。ほんとシーソーゲームってこれだよな、みたいな。まあ、そんな感じの展開だったっすね。はい。で、焦点回、僕が待望視していた焦点回、まあ、決まったのはいいんすけども、まあ、案の定、まあ、つなぎだったっすね、今回も。はい。でも、まあ、この時点でも、あ、焦点回をつなぎにして、あ、こっからもうちょっと攻防を広げてって、最後 GTR で決めるんだ、みたいなのが、うん、まあ、この時点でもまだ思ってたんですけどもね。うん。そしたら最後まさかあんな結果になるとは。はい。まあ、っていう風な感じだったですね。で、なんだかんだこう進んでって、辻選手がこうジーンブラスター、炸裂させようとするんですけども、それを追撃式のラリアット。あの辻選手の受け身はもう笑っちゃいましたね。おいおい、金丸義信式じゃねえかよ、みたいな。あ、そんぐらいもう切りもみ式の、あの受け身でね、回りすぎだよ、辻とかって思ったんですけどもね。若干あの昔の、ボマイエを迎撃して、一回転切りもみ式の受け身をする中村慎介に一瞬見えたっていう感じは僕だけですかね。はい。まあそんな感じですね。で、まあそっからまあ攻防がなんだか続いて、で、最後レインメーカー行こうとしたけども、そこをジーンブラスターで切り返しでしたっけ?で、あのジーンブラスターで、あ、やべ、これ決まったと思ったら、あそこでキックアウトしたんですよね。なんで、あそこでキックアウトした時点で、あ、危ねえ危ねえ、こっから後藤が逆転するんだみたいに思ってたら、その後狙ってきた成長ジーンブラスターで、決まっちゃうみたいな。あ、マジかよ。成長ジーンブラスターもう一回切り返すんじゃねえのかよと思ったら、決まっちゃいました。はい。っていう風な感じで、もう何言ってるか分かんないぐらいの、雑な振り返りだったんですけども、なんやかんだで、ジーンブラスターで負けてしまった後藤博樹、そんな感じの今日の試合でございました。はい。いやーでもね、もう後藤選手はもうこれしかチャンスないんですよ。だからこのチャンスはもう本当に後藤選手のためにこう降って湧いてきたこうチャンスだと思ってたんですけども、だからそこのね、もうチャンスを生かせられないのは、まあもう後藤選手は申し訳ないですけども、これ以上スポットが当たる場面はシングルだとないんじゃないのかなというふうに思ってしまいました。残念ながら。はい。まあ、そんなところですね。ちょっとあんまり喋ってるとあれなんで、はい。まあ、ちょっと一旦この辺にしときますね。はい。はい。まあ、てな感じで、ちょっと手短ですけども、結局何言いたかったっていう、言うと、ここから、長距離の運転に入るので、ちょっと残りの試合帰ってから、朝方もしくは、明日あたりに、アップするんで、まあ、また引き続きよろしくお願いいたします。ってこと。